こんにちは、こんばんは、丸中盆栽ですと。はい、今回はね、東海地方で開催される、みやび展、東海みやび展ね、まあ朱画展とかね、画風展とかね、だからそういうね、みやびという字がつくやつの東海バージョンですよ。はい、それにね、たまたま雨で休みになったもんだから、はい、行ってきましたよ。ねと。まあ、商品盆栽の展示会と、ね、ここは1階なんだけど、2階はね、ミニ盆栽の席飾りが集めてありますよ。そしてね、隣の別館で、即売会が、即売会というかね、あの業者の方がね、来てね、はい、即売もやってますけどね、まあそんなね感じの東海みやび店っていうね、はい、そんな感じですね。はい、こんな感じでね、まあちょっとね、商品には大きいなっていうやつもね、まあまあまあありますけどもね。はい、こんな感じで1階はね、こう商品がメインの展示っていうのかな。このもみじはすごいね、座が座がすごいね。ねえ、こうもう晩昆虫のこれね、まあこういうやつは自分は持ったこともないけども、はい、こういう感じでね、まあとりあえず撮影許可を取ってね、まあ携帯なんだけど iPhone でこんな感じで撮影しちゃってるけど、ちょっと手ぶれがね、やっぱり手持ちだもんね。まあその辺はね、素人なんでご勘弁くださいよ。なんかこの手ぶれしんような、なんかそのあるじゃん、あのグニグニって動くやつね、ああやつ買ってみようかなと思うんだけど、まあね、 YouTube でこう儲かったら、儲けさせてもらったら考えようかな。はい、これ2階に上がってきましたよ。これも知り合いの、これはあの画風展に飾った席そのまんまを、あの宮城店、あの東海宮城に持ってきてるんだね。はい、この賞をもらったね、これは7センチクラスなのかな、の席飾りを画風展のままね、これもね、画風展で賞を取った、これは10センチクラスね、これも知り合いですけど、はい、こんな感じでね、もう一部の隙もないすっげえすっげえ商品盆栽とかミニ盆栽やったもんね、すごいね。そんな感じでね、はい、もうすごいとしか言いようがないよね、もう隙がないもんね。よし、こんな感じでございますけど、これはもう知り合いばっかだもんね、この地元っていうか、その愛知ね、名古屋での開催だもんでね。はい、こういった感じでね、これはもう小さいやつね、7センチ10センチサイズの、まあ展示がね、集めてありますけど、やっぱりこの鉢でね、黄色だったりピンクだったり、こう遊ぶのもね、いいよね。これはあの一光さん、一光鉢を作っとる一光さんの石飾りですね。いいね、このミニ盆栽はね、この鉢でね、結構遊べるでいいんだよね。やっぱ商品盆栽より
木がやっぱりね、しょぼくなるっていうかね、まあ小さいがゆえになかなかそんな作り込んだやつができないもんね。だからまあね、総合芸術じゃないけど、これは春吉さんだね、春吉さんの鉢ね。まあそういう感じでね、このバランスで見るっていう感じでね、小さいもんね、この辺はやっぱりね、自分のこう狙っとるというかサイズ目指してるとこだもんね。一番勉強になるし、そして一番好き、見とって楽しいよね。はい、これはね僕の盆友で、盆栽会も同じなんだけどね、入選してましたけどね。はい、こんな感じでね、里見さんの鉢もあり、春吉さんの鉢もあり、こう鉢でね遊びながら、これは立派だね、またね。はいね、今2月旬の梅と、これは吹きタンポポかな、いいじゃない ね、はい、ね、やっぱり知っとる人はエコひいきしちゃうんだねはい、こんな感じでね、またこの春風会さんもね、あの友達クラブなんですけど、春風館さんもたくさん出しとるもんね、会員さんが10席とか。だって、賞もたくさん取っての、まあ、ミニ盆栽っていうのね、やっとる会がもう、限られてくるもんね。名古屋地区っていうか、東海地区でもね。はい、やっぱりね、知り合いの席が多くなりますよ。これもいいね、すごいね、立派ですよ。ね、偉そうに言うあれではないんですけど、丸なんかなんかね、全然レベルが低いもんで、展示に関してははい、ね、これも春風会さんの飾りですけど、いいね、やっぱこのサイズではね、7センチクラスね、もうビンゴですね。やっぱ手ぶれがね三脚かなんか持ってかなかんのかな。まあね、そんな、まあ、大それた撮影機材とか使うとね、やっぱお金もかかるし、まあ、あとはこう動きにくくなっちゃうもんねまあね、携帯一つでねやるのがぐらいがいいのかなと思ってね。はい、こんな感じで、ね、いいね、これも春吉橋だね。なんでたってね、東海地区地元だもんね、春吉さん、ね、多いよね、やっぱり常滑の鉢ね、あとはあの春吉さんの鉢ね、この子はいつも憎たらしいぐらいいい飾りするね、田中くん。はい、これもね、ちっちゃいね、やっぱね、あのあんまり肩が凝らんもんね、ミニ盆栽っていうのはできすぎてないもんね、だから大好きですよね、なんかいいでしょ、ほっとするね、やっぱ大物中品も商品もそうだけど、まあそうでかい展示会になるともうカッチカチに出来上がっちゃったって、ちょっともう肩凝るんだけど。
ど、やっぱミニ盆栽ってのはね、ほっとするでしょ。ほっとするでしょ。どうですか。お、これもいいね。ね、かわいいでしょ。ね、こんな感じで、はい、これは有吉さんの奥さん、これはポン友のね、盆栽ガールさん。だけどね、もう最近はこういう大きな展示会の常連になっちゃってね、もう丸中はあっという間に追い抜かれて。ね、大きな展示会にもう出さんもんね、おいらの場合はね。はい、どんどんメキメキとね、腕を上げてね、かわいいミニ盆栽をね、飾ってますね。いいね。うん、そう、やっぱり可愛いのが一番いいでね。これはアセビかな。ね、これは有名人の有名人の人ですね。いい木だね。この飾りで遊べるっていうのもね、あのミニ盆栽のいいとこだね。あんまりこう外れたことを してもね、どうなのかなっていうのが、やっぱ伝統があるから、伝統いたってまあ 4,50 年なんだけど。はい、これはね、美咲さんね、有名人、名古屋のね、常滑の有名人のあ、ブロガーのね、美咲さんの席ですよ。いいよね、鉢も作れるしね、ちっちゃいもん大好きだね。はい、美咲さんのね、お席、お席、これ立派だね。ね、とてもいいと思います。はい、こういった感じでね、だいたいこう小さいやつだもんね。やっぱぎゅーっとね、近づかんとね、このよしよしはわからないんですけど。まあ、迫力がない分だけ、やっぱりこのね、可愛さとかバランス、まあ、そういうのでね、小ささとかね。はい、そういった感じでね、ちょっと逆光になってますけども、今日はこの東海みやび店に行ってきましたよんとね。もう若干もう帰り、飲んで帰ってきたもんね。電車で。もう、ちょっと酔っ払っちゃってるんだけど。よし、こういった感じで、ね。今日買ってきたものは、まあ大したもん買ってきてないですけど、高いものはもうね、いらないもんね。丸中の場合は。だからもうちょっと安いもので、使えそうなものをね、これから買っていきたいと思いますよ。ね。はい。これも多分中国の県外鉢、うん、あまり鉢にね、自分はこだわりがないもんね。まあ、なんとなくね、
ね、推しと一緒に推しと一緒のぐらいの顔の大きさになってるけど、まあ実際はね、あのもっとちっちゃいんだよ。おじさんの方が大きいんだけど顔は。まあそのバックにいると背中を押してもらえるような気がしてね。ね、そんな感じで、ね、まあとりあえず宣伝じゃないですけど、あの動画をバックに、推しの動画をバックにね。はい、これはなんかようわからんけどね、あの8にちょっと詳しい人が、ちょっとまあまあな有名な8作家ですよって言ったもんね。あ、そう言ってね、まあ、買ってみたけどちょっとわからんだよね。でこれもね、まあ大体このよく8作家わからんもんね、こういうのね、これもなかなか8がいいかなと思ってね、こんな感じのやつをね一つ買いましたよね。はい、そしてね、まあ次々と行くわけですけど、今回はもうそんな高いもん買ってないもんで、ね、よし、こんな感じで、まあ、木はね、これはなんかネジカンザクロって書いてあったね。ネジカンザクロ、まあちっちゃくてね、よく曲がっとったもんでね、ちょっといいかなと思ってね、まあちょっと買ってみましたけど、そしてこれはね、これはカリン、カリンだけど、まあちょっといい曲が入ったと思うんでね、買ってみましたよ。ちょっと CM がうるさいもんでカットして推しに戻しますよ。はい、ね、なんか忠実にね、師匠の継ぎ木を見てねやってるもんで、とってもいいと思います。はい、そんな感じで、これはミナリイチョウって書いてあったけどね、なんか銀杏がなるよって言っとったけどね、まあ愛知県には稲沢っていうね、まあその盆栽園が集まってるところがあるんだけど、まあそういうところで、まあ品種でそういうのがあるみたいでね。はい、じゃあね、今回はこの辺で終わりますよ。ご視聴ありがとうございました。